ばんはーどうもどう珍しい3人じゃないの、はい、はい、何するの今日何する急いできちゃったよ、うん、急いできた遅刻してますよすいませんおっす俺みたいな大人になれよしっかり逃した今日は、はい、じゃあ何やりますか今日はですね、はい、ウダゴリラの野郎ダイソーでロット買いやがったから見てあいつ、うん、舐めてますからね見えますこれあのバカ、うん、ダイソーで買ってるでしょ豚ゴリラおいおい何それ M ソンか M ソンかこらおいほらうわでかいのよ太いのよ太いのほらうわ曲がんないから全然曲がんないからこれで釣り上げろとリールはいいんですよねリールは、うん、はいいいんでしょ何でもリールは何でもいいと、うんうん、せっかくなんでレビューなんかもできたらね、うんうん、参考になるんじゃないです皆さんのそうね、うん、辛口よ、まあまあ、私たち、うん、いいの、うんうん、まあじゃあこれのじゃあ一回今日一日使ってみて、うん、レビューしてみようと3人で、うんうん、そうっすねという企画にしましょうか、うん、ですね題してダイソールはロッドでめちゃくちゃやん3人で言うてか待ってお前も言っとないからさいやさお前誰か言うかと思いましたよ別々に言うダイソールアーロッド調査しようね、うんうん、それではダイソールアーロッド調査だよジョンですあジョンロッククライミングやんガチガチわかんなかったからタイミングがどここれどこから行くこれどこ行けばいいの壁伝ってくださいこっちいえいえジョンさんこっち行ったでしょ壁伝ってロッククライミングっすマジでいいよクライミングしたよちょっと終わったらカメラ撮ってくださいね、はい、お、厳しいとこに、はい、クライマーのように行くからはいはいはいもらったーもらうここでもらうはいはいよし完璧です完璧でしょあたしあたしでちょっとそこをどけてくはいいけるロットはいけるまあまあギリいけんことの中に伸ばせばそこ結構厳しいやろまあまあ安全に行こう安全に行こう 1時間ぐらいは我慢できるやろ皆さん、今回私、満を持して、ほら。すごいんだから。これでやっちゃいますから。いつものやつ、サンゴです。リアイソ、ダトマスターですね。やっと来るわって。やっとる感ないやろ、これ。投げ切れんだ。それではね1投目やっていきたいと思いますダイソーのロッドに自分がつけてるのはセフィア CI4 でございます 0.65 をつけましたピースねエギはダートマスターのリアルイソスジエズイでございますすいません最初の1投どうしても釣りたいので赤ライトで失礼いたしますそれではいってきましょう最初の1投で釣るキャストはどうなのかわお柔らかいし重い柔らかくて重いんだなるほどなるほど柔らかさの感覚的に言うと全然もう山川のメビウス L より柔らかいですねセフィア CI4 でバランスがこの辺ですねこの辺の感じでございますわかんない手にしゃくった感覚が伝わってこない重いから柔らかいこうタッチでいいかも今回選んだポイントは11月のもう1週間もう誰も釣ってない釣ってるけどほとんど釣ってないリルレメンバー活性が悪いんで状況が悪いんで潮が効くポイントに入ってますこれはやべえぞちょっと甘く見てたまあ言うてね釣れるでしょうと思って出たんすよはっきり言って、まあ、エギは普通にいいもの使ってますしリールもいいもの使ってて竿だけですから釣れるだろうと鷹をくくってたんすけどこれはちょっとまずいかもっすねマジでやばいっすねこの竿
はい、ポイント入ってきました。どうなんでしょうね、このロットは。どうやろう、いったれわからん、全然全然わからん、全然伝わらない、情報が何も。わあすごい、針がすごい、ビョンビョンビョンくるね。あ、寝上がっとるやん、気づいたら。やめてよ、抜けた抜けた抜けた、あ、抜けた抜けた抜けた、よし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 、抜けた抜けた。あれ、待て待て待て、なんで手前で寝上がんのよ、嘘でしょ。回収の時に手前で寝かかりやがって、折れちゃった。ほら、嘘でしょ、遅刻、マジ企画がもう台無し、やるしかないもんな。でもこれでできないことないのよね、ダイソーだからね、なんか当たり外れがあるんでしょうね、ロットのこのガイドのバリとか。ほら取れた、雑なのよ、やっぱ作りが、取り憑かれとる、本当に怖っ。とりあえず今日は塩は効いてるってことが分かったのと、活性も悪くなさそう、そんな状況だってことがね、分かっただけでもいいんではなかろうかと。分かってきた、この竿の使い方が。あれ、ちょっと待った、なんだこれ、ちょっと来てください、これサイズいいっすばい、ちょっと来てください、これはいい、これはいいぞ、釣れましたよ、ダイソーロット、ぼちぼち硬い、いいと思います。あ、これワンチャンキロありますね、ちょっとちょっとちょっと、よっしゃ、いや 1.5 ぐらいある、これやばい、ちょっと待って、これは事件やわ、ちょっとこれは事件、どうしたのボラちゃんボラちゃん、俺だ釣ってんじゃない、でかいの。わー、これキロあるって、ほらこれ楽勝でしょ、キロあるね、まさかの踏みよ、今季一発目、ほらほらほら、これキロ余裕、爪押さえして渡して、あーある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 、キロって言わん、キロって言わん、これやばかよ、これこれ 1.5 言わんすけど 1.3 ぐらいあるでしょ、ねえ、ちょっとダイソーロット、ちょっと待ってね、ちょっとグミちゃん、ほら春クッキーがグーちょっと測っていこうかなと、うん、はい、思います、測りましょう、測りましょう、測りましょう、うわ、見てください、ほらくー、すごいのよ、でっかいから、ちょっと弱ってきてるからね、もうちょっとおしっこちゃんしましょうね、おしっこちゃん、おしっこちゃん、もうしっかりね、さっき出ましたね、結構出してるんで、うわー、それではちゃんとなってる、それではゼロでございますね、大丈夫、 OK です、じゃあどうぞ、どうかな、うわさあどう、すごい、いきますよ、どうどうどう、1.4 グー、 1.39 かな、
ゆる、1.39 あざまうわー、もうすごい出ましたよ、顔面がすごい、ディーソー駅、ディーソーさん、いややっぱこいつすごいのよね、こいつですよね、多分結果があるのよ、この子なんすよ、この子、この子なんす、3号はい、3号です、ダートマスター3号、ダートマスター3号、ラトリイリーでございます、あ、イリーの方ね、おめでとうございます、あざまーす、感謝、じゃあね、いるっていうことなんで、こんぐらいのやつが、そうっすね、いるってことなんで私たちも頑張りたいと思います、はい、お願いしますです、じゃあ引き続き頑張ってください、ありがとうございます、あ、ちょっと出てちょっと出てるもん、ここに見えますか、見えます皆さん、でっかいでっか、1.4 キロの炭袋があるとするじゃないですか、ここにここにね、ここですね、うん、見えてます、こいつがまあ破けちゃうと袋の中がね、真っ黒結界になっちゃうから、うん、ここにね、タイラップを ここに、あ、入った入った入った、おー、入りました入りました、わ、うん、かります、皆さんわかりますか、はい、ここですね、はい、お、いい音、ジージー言ってるじゃないはい、これで閉まりました、これで出ないと、そうですね、ちょっと洗いましょうかね、うん、ここ見てください、ここでこう閉まってるんですね、うん、暗いかな、うん、でこれ、あ、今見える、今いいよ、こうですね、全部見えちゃういつもの竿でやりたいわ、こんだけ塩効いてたらやりたいわ、いつもの竿で、わかんないもん、でまずリールを普通のリールにするべきやったわ、あの腕がパンパンになる、おお、来た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 、これにも来た来た来ました、イカです、イカです、来ました、よかった、ある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 、あります、ありますよ、400ぐらいありますよ、来たよ来たよ、天才、やりました、やりましたね、いましたね、ちょっとマー君、はい、何釣ってるじゃないですか、いやいや、そちらでしょ、やばいじゃない、 1.4 はこちらも嬉しいわよ、あざます、いや、とんでもない、うん、こう、そしたら塩がいいもんね、すいません、測らせて、測ってもらいに、はい、ゼロでございます、はい、いただきました、キープなるか、ロックなりました、はい、どうぞ、あ、400あるんですね、400あります、あ、いい、持って帰っていいですよね、そうですね、あ、400は持って帰っていいんじゃないですか、もう食べ頃でございます、あざっ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 す、慣れてきたね、わかるわ、わかる、2時間ぐらい使えば慣れてくるわ、大丈夫ですね、このしゃくりの具合も大体分かってきた、大体、うん、これエギング全然できますよ、慣れれば、うん、移動するわ、じゃあ私からあなたへ、僕は2杯釣りました、きたー、右行ってます、めちゃめちゃ右行ってる、マークの方に来よる、ポイントちょっと変えてみたらズーンって持ってきてくれました、おい、きたー、あたしが先行ったでしょ、そこ返しなさいよね、それ全部来たー、来ました、いいんじゃない、いいサイズじゃない、来たー、